ストレートを思い切って振り抜いた中島の打球スタンドイン。まさかダルビッシュから中島のスリーラン。第1号スリーラン、大きな追加点、埼玉西武ライオンズ7対3。去年5本しかホームランを打たれていないダルビッシュ、開幕試合で中島に打たれました。いやー、岡田さん、はい、まさかという感じがありましたが。そうですね、はい、まあ、ダルビッシュ本当にホームランを打たれるの少ないピッチャーなんですけどね、はい、特にこの札幌ドームでね。そうですね、ただあの中島はどちらかというとレフトよりもあのライトの方がよく伸びるんですよね、中間入れの方がね。